バイオリン初心者が1か月間毎日4時間練習するチャレンジの10日目です本日は2021年1月10日現在の時刻は22時3分ですはい本日の練習時間ですがこちらです4時間1分はい今日も無事時間はクリアしました 今日はですね結構遅くなったのは、まあ、レッスンがあったからなんですけどちょっとねレッスンのあと眠くなって危ないなって感じでしたなので気を引き締めて頑張りました今日は練習内容とかバイオリンの中身の話なんですけど私ちょっとですねバイオリン始めた時から未だに解決できてない問題が1個ありまして、えー 3 2番と3番の指がくっついてしまう問題離せない問題っていうのがあります中指と薬指があの骨格上こう間に向かっちゃうんですねこ,こういう感じこうやってこういう感じなんですよこことここがこう中心に向かってますよねこれがあるんでこう引く時にこことここ離す必要がある時に離せないっていう問題がずっとありまして いまだに解決できてなかったんですよ。なんですけど、なんとかしなくちゃいけないんで、今日苦肉の策を思いつきまして、名付けて、目薬作戦。<laughs> 目薬があるんですけど、目薬をここ挟んで、こう無理やり開くと、こう無理やり開いて引くっていうのをさっき思いつきました。これね、こればっかりはなかなかね、ちょっと才能ある,とあるらしいんですよ。 もともと指の生え方的に中指と薬指がこう離れて、離れやすい人はいけますし、私の時にこう明らかにこう真ん中に向かって生えちゃってる人、こういう人、こういう人、こういう人はね、不利らしいんですよね。話せないですよね、こうが。なのでちょっとこいつの力を借りて、無理やり話そうと思います。はい。そうね、明日はお休みなんで、まあいいかなと。普通に頑張ればいけるんじゃないかなと思ってます。でね、明日から 新たな試みを試そうと思ってます。ちょっと前々からね、やろうと思ってたやつがあって、もちろんバイオリンに関係することです。明日の、えー、19時、夜の7時に新しい動画を上げようと思うので、よかったら見てください。今日はここまでです。また明日お会いしましょう。バイバイ。挟んだもバイバイ。